ルナイト埼玉をお聞きの皆さん、こんばんは。 STK 埼玉トゥインクル競馬パドック解説のお時間がやってまいりました。今回からこの番組の MC に加わることになりました、フリーアナウンサーの山本かなです。柴田アナウンサーとともにこの番組を盛り上げていけるように頑張りますので、視聴者の皆様どうぞよろしくお願いいたします。2週連続の開催となっております埼玉トゥインクル競馬ですが、今夜のメインレースは STK クラシックディアラシリーズディアラ優駿埼玉オークスです。笑顔の悦子がその勢いのままに3冠目の獲得となるのか、それとも誰かがその偉業を阻むのか、今から出走が楽しみです。それでは今週も STK 埼玉トゥインクル競馬パドック解説をお楽しみくださいませ。私も出たい。ミッコはもう3つも取ったんだからダメなの。やだやだ、出たいよ。一生に一度の大舞台、トリプルティアラとトリプルクラウン、今年もその季節がやってきた。埼玉トゥインクル競馬、生涯に一度の輝きを放て。 STK クラシックティアラシリーズ5月11日ティアラ優駿埼玉オークス、ミッコは後輩を応援しなさい。やだ。さて、ティアラ優駿埼玉オークスのパドック、本日の解説は日刊競馬ナイトの STK 専属解説者、馬成育三さんです。よろしくお願いいたします。はい、山本アナウンサーと初めてのコンビですので、僕もちょっと緊張してます、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ね、まあ、ずっと柴田アナウンサーとやってきましたけれどもですね、まあ、初めてということですが、山本アナウンサーは競馬とかはやられたことあったりするんですか？そうですね、まあ、実は実際の競馬にも参加したことがございます。ああ、そうですか。はい、柴田アナウンサーこの番組始めた時全く何も知りませんでしたからね、はい、まあ、そんな中でよく頑張っていただいてるなと思ってるんですけども、ということで、はい、まあ、一応私も専属解説者ということになってしまったので、ですね、よろしくお願いしたいと思います。はい、お願いいたします。はいはい、では、出走各馬が間もなくパドックに出てまいりますけれども、それを待つ間にですね、皐月杯の時も馬成さんに今年からリニューアルされましたティアラシリーズとクラウンシリーズについて解説していただいたところではありますが、もう一回解説していただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか？はい、まあ、もともとはですね、STK も含めた、南関地方競馬合同で、中央競馬と同じようにですね、三歳馬によります牝馬限定の牝馬三冠シリーズと、同じく三歳馬によります性別限定なしの、クラシック三冠シリーズとして行われてきたものなんですけれども、まあ、いろいろありましてですね、今年からリニューアルをいたしましたということなんですね。で、まあ、そこでまず年齢制限を廃止してたのと、それから牝馬三冠シリーズは牝馬限定をやめてですね、クラシック三冠と同じ形式にする代わりに、牝馬にはハンデを付与するという形に変更したんですね。でそれと、まあ、クラシック三冠の方も年齢制限を廃止してますね。あ、なるほど。でもそれだと両方に共通していた一生に一度しか出走できないというドラマ性がなくなってしまうんじゃないですか？そうなんですよね。まあ、ですからそれをカバーするためのルール変更がちょっと分かりにくいというふうに、まあ、言われてしまっている原因なんですけれどもね。まあ、じゃあ年齢制限を廃止した代わりにどうしたかって言いますと、まあ、例えばですね、前回のティアラシリーズの埼玉桜花賞を制した、笑顔の悦子を例にとりますと、今年桜花賞を取りましたので、来年はもうトリプルティアラシリーズにはもう3戦できないっていうことになるん
ですね。まあ、で逆に言えば、まあ、もし笑顔の悦子が今年桜花賞を取ってなければ来年も出走権があるっていうことですよね。まあ、ですので、まあ、一生に一度しか出走できないという要素は、まあ、ある程度残ってるっていうことにはなりますよね。はい、うん、でもティアラシリーズにしてもクラウンシリーズにしても最初のレースを制してなければ何回でも出られるというわけではないんですよね。そうなんですよ、正確にはですね、あの今年2024年シーズンですね、今年2024年シーズンに行われるトリプルティアラシリーズのレースのどれか1個でも制したらばもう翌年のシリーズ出走権がなくなるっていうことなんですが、まあ、今年の STK クラシック対象の2つのレース2つのシリーズですね、あのティアラシリーズの、桜花賞それからクラウンシリーズの皐月杯、この両方を制しているのはどちらも笑顔の悦子だけですので、まあ、逆に言えば、今日のオークスで笑顔の悦子が敗れますともう来年のティアラシリーズの出走権がその時点でなくなるということですし、笑顔の悦子を仮に破った馬が出てきたとしたらば、その馬もですねもう来年の出走権がなくなるということですね。まあ、もちろん残りの2冠を狙うということはどちらの馬も可能ですけれどもね。はい、そういうことになりますよね、うんうんうん、ということはティアラシリーズ2冠目をこのオークスで達成できるのかが大きな見どころになってきます。そうですね、はい、はい、さてそうこうするうちに出走各馬のパドック紹介が始まっておりますのでいつものようにパドック解説参りましょう。まずは本日の馬場状態は量の発表です。そして馬なりさんの紙面での予想をご紹介しましょう。本命は2番笑顔の悦子、対抗が7番パワハラミカド、白三角が3番イエモンリコッタ、そして黒三角が2頭上がっておりまして1頭目が1番シャイニングフジ、2頭目が6番オガちゃんとなっています。それでは見ていきましょう。1番シャイニングフジ、こちらは G1 初出走ですが今回の指名予想では黒三角の1頭に上がっております。いかがでしょうか。この馬はですね、あのここまでのレースを見てまして、まあ、非常にテンションが高い印象なのと、それからですねあの走れる馬っていう印象ですね。で、まあ、一般競争でも重装競争でもですね、非凡な才能を見せてるんですが、あの大舞台に強い感じがねするんですよね。で、まあ、あの長距離も苦にしないですし、まあ、これはうまくはまったら面白いぞというふうに思いまして、黒三角に上げてみました。まあ、パドックでもねあの非常に仕上がりの良さを感じますね。一発あり得るかもしれませんよ。ありがとうございます。適応力の高さを見せてほしいですね。現在単勝 23.3 倍は6番人気です。続いて2番笑顔の悦子、こちらは本命に挙げられております。はい、もうこれはねもう本命に押さないとファンに怒られそうなレベルですからね。まあそれ半分冗談として、あの、まあ、冷静に状況分析してもですね、あの、まあ、人気、実力、仕上がり具合、もうこれ全てにおいて、今回の出走馬の中ではもう頭一つ抜けてるっていう感じがしますね。で確かにあの笑顔の悦子も距離的性面での不安っていうのは、まあ、これゼロとは言えないのですけれども、まあ、これより長い距離も、こなしてきてるんで、まあ、あの、はい、よほどのことがなければ、もうこれ3冠目を手にするっていうのはもうほぼ確実って言っていいんじゃないでしょうかね。まあ、パドックでの状態もですねかなり、まあ、見てお分かりの通りいいですんで、まあ、これはねもう期待できるんじゃないかなと思いますよ。はい、ありがとうございます。今回のオークスを取ればティアラ3冠に王手となります笑顔の悦子、果たしてどうなるでしょうか。単勝 1.4 倍はダントツの1番人気です。続いて3番イエモンリコッタ、こちらは対抗の印です。はい、前走は最後まで追い込みが不発に終わって
ってですね、まあ、まさかの最下位に沈んでしまいましたが、はい、まあこの馬はですね、どちらかというと長距離に適性があるタイプの馬ですし、まあ前回前走みたいなね、マイル程度の短い距離よりは、まあ今回のようにですね、2000メートル超えの距離の方が、まあ、鋭い差し足が、炸裂しそうな気がします。まあ、今回指名予想は結果的にオッズの人気順そのまんまで上げたような形になっちゃったんですけれども、まあ、結果的にはですね、はい、まあでも1着があり得るかということになると、ちょっととやはり分が悪いですね、うん、まあ、何せ笑顔の悦子の仕上がりが今見ていただいた通りもそれ以上にいい状態ですので、はい、まあ、パドックに関しては、まあ、相変わらずのグッドルッキングですよね、まあ、そうではあるんですけど、まあでもね、これ見てますとね、うん、本命打ちたい衝動にも駆られるんですけれどね、はい、なるほど。ここで笑顔の悦子がこれだけ注目を集めていると、他陣営はやはりやりづらいんでしょうか。うん、やりづらいでしょうね、当然まあね、まあ勝ちを譲れば頑張ったねって言われるでしょうけれどもですね、ね、一着取った瞬間にもうヒールになっちゃいますからね、うん、この状況ですと、うん、まあでも逆に言えば早めに笑顔の悦子の、まあね、三冠も下手したら今年のレギュレーション改定でその六冠も狙えるっていうことになっちゃったので、まあもうそこのギリギリ最後の方まで引っ張るよりはもうここで倒しちゃった方が逆に、いいっていう見方もできるんですけど、まあね、どっちにしてもまあちょっとやりづらいのは間違いないでしょうね、はい、なるほど、うん、はい、さてどうなるんでしょうか。オッズは3番人気単勝 5.5 倍です。続いて4番マスター。前走では念願成就の3着入選でしたが、今回は無印となっています。はい、もうこれは純粋に距離ですね、マイルまでだったらば、まあ、前走のような入着もあり得るとこまで行くんですけれども、この馬ね、1600メートル超えますと急激に失速してしまうもんですから、はい、まあ、ファンとしてはね、今回もエントリーしてくれているっていうのはもう嬉しい限りなんですが、まあ、今回はね、2400メートルですからね、さすがにどうかなというところですね、うん、うん、まあ、パドックでは非常に堂々としてます、うん、やはり前回の初入着がね、まあ、自信につながってるかなという印象です。はい、ありがとうございます。人気薄とはなってしまいましたが、全評判を跳ねのける走りを見せてほしいところです。マスターのオッズは単勝7番人気の 45.2 倍となっています。続きまして5番スマイルがマイル、地面予想は無印となりました。うん、ここのところの不調はですね、まあ、回復基調だなというふうには思うんですけれども、うん、そちらの方よりはむしろ、この馬に関して懸念されるのは距離適性の方でしょうかね、はい、まあ、なんといっても、オークスは2400メートルの長丁場ですから、はい、まあ、とはいえね、秋の STK クラシックのシリーズはもう両方とも3000メートル級の距離になりますので、はい、まあ、そこへのチャレンジを見据えるのであれば、もう2400メートルっていうこの距離はもう克服しておきたいところなんですけれどね、まあ、どうでしょうかね。パドックの様子を見ますと、まあ、仕上がりもまずまずといったところですね、はい、イエモンリコッタ、パワハラミカドといった追い込みタイプの馬たちに前持ちしないように位置取りできれば、まあ、チャンスはあるかなというふうに、僕は見てますね、はい、ありがとうございます。適応力の高さを見せてほしいですね。現在単勝 23.3 倍は6番人気です。続いて6番オガちゃん、こちらは黒三角の一頭に上がっています。はい、そうですね、前走は出走回避してますけれども、その割にね、ちょっと蓄積疲労が取れないような印象なんですよねはい、はい、うん、まあ、ただですね、まあ、僕としてはもっと悪い状態を実は想定してたんですよ、うんうん、ただですね、まあ、先日の追い
切りなどを見てましての印象は、まあ、まずまずでした、はい、というところで、まあ、当初無印にしてたんですけれども、まあ、あの一発ありそうだなと感じての黒三角ということですね、まあ、ただ言いましたようにちょっと状態はあんまり良くはないんですよ、まあ、絶好調にはちょっと程遠い状態なんですが、まあ、どうなるかっていうところでしょうね。ちょっと厳しい評価になりましたけれども、長く STK 人気を支えてきた一頭ですし、そろそろ一矢報いたいところではあるでしょう、おがちゃんの単勝オッズは4番人気の 8.3 倍です。最後に7番パワハラミカド、こちらは対抗に上がりましたがいかがでしょう。はい、前走は入着できませんでしたけれども、3着のマスターとは僅差でしたし、まあ、よくよく考えると3着以下はほとんど差がなかったんですよね、前回の STK マイルカップはですね。で、はい、まあ、それと今回の出走馬の中で、まあ、最も長距離レースと相性がいいのがこの馬ですから、とはいえこの馬の場合、まあ、実は 2400m でもちょっと短いぐらいというか、3000m 超えでも驚異的な追い込みをですね見せる馬ですんで、まあね、飛ぶ鳥を落とす勢いの笑顔のエツコの対抗馬としてはもうこれは十分ですね、まあ、ただしこちらも万全な状態に見えないんですよね。まあ、もしかしたら万全なのかもしれませんけれども、なんせこの笑顔のエツコの仕上がりが良すぎてですね、他の馬たちがこう仮に良くても相対的に悪く見えちゃうっていうところがあるので、まあ、もちろんパワハラミカドも簡単に三冠取らせるつもりないでしょうから、まあ、どういうレースをするのか注目していきたいところですね。そうですね、先月の皐月杯での直接対決では予想以上に笑顔のエツコからは離されてしまったパワハラミカドですから、リベンジに燃えていることでしょう、はい、単勝オッズ 4.1 倍は2番人気です。以上、各馬のパドックでの様子をご覧いただきました。第209レースティアラユース春埼玉オークスはご紹介しました7頭の出走馬で争われます。それではこの後お知らせを挟みまして、馬成さんのパドック推奨馬、そして私山本かなの今夜は当たるかな、そして馬成さんの今夜の買い目狙い目と続いてまいります。お楽しみに。やっぱり埼玉のターフは最高だね。君の伝説が始まった場所だからな。私が一番輝ける場所。じゃあ、ひとっ走り行ってくるね。一生に一度の大舞台、トリプルティアラとトリプルクラウン、今年もその季節がやってきた。埼玉トゥインクル競馬、生涯に一度の輝きを放て。STK クラシックティアラシリーズ5月11日ティアラ優勝埼玉オークス。おい、まだ療養中だってことを忘れたのか。分かってます。さて、今夜のパドック推奨馬参りましょう。それでは馬成さん、お願いいたします。はい、2番3番1番、そして7番でお願いします。ありがとうございます。今回は4頭挙げていただきました。馬成さんのパドック推奨馬は2番笑顔のエツコ、3番イエモンリコッタ、それから1番シャイニングフジ、そして7番パワハラミカドの順となっています。はい、もうこれはね、もう笑顔のエツコがもう1番に来るのはもうこれは当然ですね。だってもうこれだけの仕上がりの良さをね、パドックで見せつけられますと、もう本当にね、はい、周りの馬が引いちゃってるような感じですからね、もうこれはもう当然として、はい、残りの3頭ですね、まあ、3番のイエモンリコッタ、まあ、いつも私は言ってますけど、僕はね、言ってますけれども、もう本当にグッドルッキングホースなんですよ、このイエモンリコッタはですね、もうパドック見えがものすごくいいんですね。はい、
で今回もやはりですね、あのもう本当に、パドック見栄が抜群にいいんですけども、うんうん、ただね、家も濁った、その家も濁ったもさすがに今回の笑顔の悦子の前に出るとちょっとかすんじゃうという感じで2番目の評価ということになりますね、うんうんうん、で、3番目評価がですね、これ、はい、あの今回 G1 初出走になりますシャイニング富士なんですけれども、はい、やっぱりですね、花があるんですねこの馬はね、うんうん、あの非常にですね、あの、まあ、G1 初出走とは思えないぐらいに、あのもう花のあるこうパドックでの見え方してるんですよね、うん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 、なのであのやっぱりこう、ね、パドックで見てるファンの皆さんもですね、ちょっと期待しちゃうようなね、もうそういう、はい、あのオーラが出てるんですよね、うん、非常にあのパドックでの周回の様子も落ち着いてますし、その発汗の具合とかね、もうそういうのも非常にいいですしね、もう毛づやも、うん、非常にいいというようなところでですね、3番目評価として挙げさせていただきました。で、はい、最後の、まあ、最後一応4投目も挙げたんですけれども、はい、まあ、あのパワーラミカドもですね、あの先ほども言いましたように、はい、まあ、絶好調の感じにはちょっと見えないのは事実なんですけども、でもまああの、はい、ここのところのその不調気味の状況から考えると仕上がりは非常にいいんだと思うんですね、うん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 、あのまあパドックでのですね、まあまあ、結構パドックでテンションが高いっていうのがこのパワーラミカドの特徴ではあるんですけれども、はい、そのもう本当にうるさいぐらいのそのテンションの高さっていうのがだいぶ戻ってきた感じはあるんですよね、うんうんうん、なので、まあ、今回、4投目、として挙げさせていただいておりますというところです。うん、なるほど、ありがとうございます。まあ、すでに4と上げていただいているので、まあ、ここが注目っていうところだと思うんですけども、うん、そうですね、なんか他に注目馬みたいなのっていらっしゃいます？はい、そうですね、まあ、あの残りの4頭の中で言いますと、うん、やはりそうですね、まあ、おがちゃんあたりはまあ、このパドック解説でオガちゃんを挙げたことがほぼないんですけどね、私はね。そうなんですね。はい、本当にね、イエモンリコッタとか、あとはそのパワハラミカドと違って、はい、パドック見えが極端に悪い馬なんですよね、オガちゃんはですね。はいはいはい、まあ、ただそれがですね、レースになるとですね、まるで嘘のようにですね、こう素晴らしい走りをするっていう、もうこれはもうファンにも知られた感じなので、まあ僕が上げなくてもと、そうかっていうふうに思ってくれるんだとは思うんですけれども、まあそんな中でもですね、まあ、まあでも今回はちょっとあまりよくは見えないですね、正直言うとですね、普段見え方が良くないのを割り引いてもあんまりよくは見えないっていうところです。はい。で、あとはですね、そうですね、スマイルガマイルなんかはやっぱり復調気配かなという感じがしますし、マスターの方もですね、まあ、パドック見えはいいですよ、うん、ただ先ほどのですね、解説でも申し上げました通り、まあ、距離が距離なので、うんうんうん、っていうところで、ちょっと、まあ、推奨馬としても上げづらいかなというような、ところですね、残り3頭に関してはですね、はい、そんな感じです、はいはい、なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、さてそれでは続いて悦子の夢馬券ではなく山本かなの今夜は当たるかな、はい、ということでございまして、ついに始まりましたですねこれね、はい、はい、ということで、はいはいはい、私山本かなが MC の時は今夜は当たるかなというタイトルで私の推し馬券をご紹介していきたいと思っております。なるほど、はい、まあこのタイトルで大丈夫かっていう感じもしましたですけれどもはい、まあまあまあ、ね、はい、まあまあ評判が悪かったら変えればいいという感じもしますけれども、はい、はい、私も楽しみにしてます、はい、はい、ありがとうございます。ではでは今夜の私の推しはこちらです、はい、はい、2番笑顔の悦子、3番イエモンリコッタ、6番オガちゃんの3連複です。あ、なるほどなるほど
割と硬いところできましたですね、はい、まあそうですね、ちょっとあの馬なりさんと被っているようなところもあるんですけれども、うん、はいはい、まあ、ちょっと違うところっていう話で言いますと、まあ、6番のオガちゃんですかね、うん、そうですね、うん、はい、のところで、まあ、先ほどちょっとパドック見えが悪いという話はあったんですけれども、うんうん、まあ、そのなんていうんですかね、まあ、うん、そこなんですかね、力強い人気といいますか、あの、うん、やっぱり人気というところでは高いと思っていますし、はいはい、まあ、状態もこう上がってくることをあの祈っての、まあ、ちょっと入れさせていただいたというところになりますね、うん、なるほどなるほど、うん、はい、まあ、あの可能性としてはね十分だと思いますね、あの、はい、まあ、何せあの一回出走回避してますからね、あの、うん、パワハラミカドなんかはあの STK マイルの方にもねあの出走してきましたけれども、はい、イエモリコッタもそうなんですけれども、うん、まあ、その注目馬の中ではあのあえて出走回避してきたっていうところがありますからね、うん、おばちゃんはですね、はい、まあまあ、普通で言ったら休養十分で、人気ももっと集まるんでしょうけれども、ちょっと追い切り見てる感じだと、うん、あの思ったほどあれ本当に休養取れてるのかなっていうような、うん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 、感じが見えちゃったもんですから、はい、まあ、それがあの思ったほどの人気につながってないのかなっていうふうに僕なんかは見てるんですけれども、うんうん、でも、うん、あの先ほども言ったようにあの本番に強いタイプの馬ですから、おばちゃんはですね、はい、まあ、何やってくるか分かりませんし、あのその意味でもですね、あの、まあ、可能性としては十分かなというふうに僕なんかも思いますね、はい、うん、ありがとうございます。皆さんもぜひ注目してください、はい、さて最後に馬なりさんの買い目狙い目の方をお聞きしたいと思います。はい、今回はねもうとにかく一番人気が強烈すぎるんで、はい、まあ、ちょっと2着以下が逆にやや難しかったんですけれども、まあ、あの逆に言えばですね、あの、まあ、2番人気以下のオッズが比較的高めに出てるんですね、はい、1番人気の笑顔の悦子だけが1倍台で、2番人気も4倍台ですから、うん、まあ、そういう意味で言うとですね、まあ、あの、うん、まあ、あんまり冒険しなくてもあの、うん、安定したリターンがまあ期待できますんで、はい、まあ、今回はこちらですね、1番2番3番6番7番、この5頭ボックスでの3連複、こちらでいきたいと思ってます。うん、なるほど、まあ、かなり安牌を狙ってる気がするんですけどもそうですね、そうですね、はい、まあ、そう言われても仕方ないですけれども、まあ、まあ、普段はねあのガミの馬なりなんていうふうに言われちゃったりして、こうあのね、まあ、あの結構叩かれたりするんですけども、まあ、まあ、今回はあんまり冒険しない方が逆にいいかなという気がするんですね、うん、あの STK マイルが何せ本当に大番狂わせでしたから、あの、まあさすがにオークスでそれはないだろうと、いうふうに思ってまして、なので、まあ、今回は本当にあの冗談抜きで、あのなんていうか振りでもなく固い決着になると思うんですね。で、あの変わるとすれば、変わる要素があるとすればというふうに考えていくと、やはりそのですね、山本アナウンサーも、オガちゃん押してましたけど、あの、6番のオガちゃんを絡ませるか、パワハラミカドを絡ませるか、あるいは、シャイニングフジをね絡ませるかっていうところぐらいしかもう事実上選択肢ないんだと思うんですよ、うん、はい、うん、なので、まあ3連複でも、まあ、組み合わせ方によってはですね、あの配当にこうね傾斜をつければそこまでこう大幅にがみるっていうことも多分ないんだろうなというふうに僕見てるんで、まあ、だいぶ安牌だとは思いますけれども、うん、まあ、これが一番ベストな形かなというふうには思いますね。
なるほど、ありがとうございます、うん、はい、では、まあ、今回的中するのは私の、まあ、夢馬券推し馬券なのか、それとも馬成さんの推奨馬券なのか、皆さんもご期待ください。それでは第209レース埼玉オークスは間もなく本馬場入場となります。皆様どうぞご期待ください。